賞商品ってどんなものがあるんですか？対象商品は食料品のほか、キッチン用品や寝具、シャンプーなどの日用品などが対象です。このポップを目印に探してみてください。対象商品が幅広くていいですね。商品の組み合わせは自由なんです。例えば2000円分の食料品と1000円分の日用品で1枚の商品券がもらえます。